ね、2人でキーパーグローブ作っ、え、今現役やりながら、いや作れないの。なんかやったら面白そうじゃない、現役選手だけでさ、セカンドキャリアも含めてよ、なんかブランド立ち上げるとかでさ、キーパーのブランドみたいなの作れない。今もうめちゃくちゃありふれてんすよ、キーパーグローブ。めちゃくちゃ多いっすよ今。あ、そんなにあるんだ、うん。10年前とかだったら面白かったかもしれないですね。逆に今の多分キーさんの発想をやってる人が今 いっぱいいます。ああ、そういうことね。だって俺セルスなんて聞いたことないもん。セルスなんてむしろ有名な方っすよ。すごいっすよ、俺ですら、え、何そのメーカーっていう。僕も大学の時はつけてましたよ、セルス。いや、なんか流刑でセルスを広めてくれから始まって、で安く買えたんで、その学生時代なんてお金もないんで。まあそうだよな、試合も出てないのに安くてくれるんだもんな。じゃあさ、逆に流刑でさ、一番手のやつはさ、なんか違うメーカーからもらってたのかな、そういうの。まっすーナイキからもらってたんじゃないかな。で、1個上の林明宏はアリダスからもらってたでしょ。ああ、やっぱそれはあるんだ、やっぱ。え、やっぱスパイクももらってるやつとかいる。ありますよ。だよね。え、でもお金は発生しないよね。大学、学生だからダメ、あ、いや、ちょっと待って待って待って、ダメだよな。ちょっと待って、もらってますって言ったら、ま、もらってたとしてもやばいんだよな。いや、待って。すごい考えてくれてますね。俺はノータッチの世界なんで。うん。あ、まあまあ、一番無難な答え、それ。これまでプレイしたスタジアムで一番印象的な場所は、あるビクソン好きです。ビクソン好きです。人が入るスタジアムはやっぱ魅力的ですよね。この間うちもサーフィンチャレンジデーっていうのやって1万人入ったんですけど、やっぱり格別でしたね、やっぱ雰囲気は。そうだよな。金沢の試合の時1万7千人ぐらいか。あ、ね、ビクソン入ったね。ゴールデンウィーク。ね、いや、かっこいいですね。ビクソンは。ね、はい。いや、俺もビッグスワンすごいなと思いました。ホームチームになって余計に。平均でどれくらい入んの。まあ1万は入りますね。まあ天候にもよりますけど。まあまあまあ、でも今勝ってるから増えてってる気がしますね。おい、那須大輔が見に来たぞ。那須さんは俺面識ないっすね。 YouTube 見てますけど。那須さんよろしくお願いしますって頭下げておいてもいいよ。いや、なんて言えばいいですか。 YouTube は見てますよ。マジですげえよな、ナスは。今は今は今すごくね。だってなんなら選手の時より有名じゃないの。行動力もすごいですもんね。で、ナスさんのすごい、あ、なんか誰とでも本当にフランクに喋れる、もういい人オーラがすごいっす。キーパーやってて嫌なことといいこと、まあフィールドでさ活躍してさ勝ったりするけどさ、キーパー別に取り上げられることってそんなないわけじゃん。それに対してさ、いいよなって思うのか、もう別にもうずっとやってきてることだから別に何とも思わないのか。どっちかといえば後者ですね。それが当たり前。1-0で勝ったらその1点取った人がヒーローはもう結構当たり前ですからね。1点取ったやつが年下とかいじりやすい人だったらいじったりはしますけど、ね、よくインスタライブやってるさ、名前なんだっけな、関西の面白い人、岡、ああ、岡村さん、 あの人の喋りめっちゃ面白いですよね。めちゃくちゃ面白い。面白かったです。北野さんの話とか面白かったです。じゃあ、じゃあ、なんか岡はね、なんかね、あいつ現役なんだけど現役じゃないみたいになんか取っ払って何でも喋るからドキドキしてる、こっちが。印象に残ってる監督やコーチはいますか。印象に残ってるというか、まあプロにしてもらったのは北野さんなんで。てかこういうのがあれだよ、絶対北さんのところに絶対入るから、お前の場合。北野さんこの前も会いましたからね。レディースがうちあるんで。終わったんだよね。あ、終わりました終わりました。女子の監督とかってさ、監督と終わっちゃったらさ、この中途半端な時期に何すんの。うん、そうだよ。だってお前ら大卒で入ってきたんだよ。その時は俺もう30、お前ら今ぐらいの。そうっす、そうっす、そうっす。あと9年後には、今一緒にやってるやつらに、え、そんな年言われんだから。9年後やれてたらいいっすね。2人とも痛いとこないの？順調？まだ。大丈夫？
いや、ちっちゃい怪我はちょくちょくしてますよ。今年の、去年の年末、足首の手術したし、ネズミ。肉離れしました、今年。ぼちぼちみんな来てるね、ガタが。来てますね。両ヤマガの時に、人工芝マジきっちりって言ってたんですよ。俺マジ意味不明だったんですね。人工芝の方がむしろ平らでいいじゃん、出やすいじゃんと思ってたんですよ。今めちゃくちゃわかります。わかるでしょ。人工芝無理っす。でしょ。やばい。そうなんだよ。多分ね、みんなわかんない今の。やっぱその普通の人たちは人工芝と天然芝の違いってやっぱわかんないっていう。体へのガタの来方がマジで。え、あ、そうだね。引退した後はどうするとかある？大体なんかこう自分の目標としては何歳までやってまでは考えたことないですね。もう体できなくなるか、もうチームがなくなるか。え、どこまで落とすの？カテゴリーっすか。でもさっきも言った通り、人工芝だったらもうできないんで、ある程度のカテゴリーじゃないともう1日体がバグっちゃいます。ステグは？いや、僕はもう1年勝負なんで、もうその年頑張ってダメならないなら引退っていうか、下げるとかは全然その時考える感じです。別に今は分かんないです。引退した後は？でも指導者は面白いなと思ってます、ずっと。あ、 B 級取ってますよ、これ。あとゴールキーパーの今何件かレベル1みたいな。どこで指導とかは別に分かんない。どこでやりたいなとかは母校？それもわかんないですけど、まあ最終的にはでもトップチーム、J リーグのチームでやりたいなっていうのは思います。もうそこまであるんだ。まあ、クビになりました。けど、うちのコーチでやってくんないか。そのトップチームの監督やりたいっていうの。だけど、まだやれるとこあるならやりたい。選択をなるべく早く決めてくれ。どっちを選ぶ？やるんじゃないですか、コーチを。まあわかんないです、でも。どうなるか。それでもまあ、地域リーグでも自分がやりたいって気持ちがあるならそっち行くだろうし、まあ、その準備というか選択肢の一つとして準備はしてます。はい、ゆうた。将来的にはやっぱキーパーコーチですかね。それ以外の仕事をやってる自分が想像つかないですね。そうなったら今の質問も一緒になるな。いやー、悩みますね。やっぱり家族を養っていかなきゃいけないんで、この辺の金銭面も重要だし。あ、じゃああれなんだね、思いっきりサッカーなんだね。サッカーっすね。サッカー取ったら何が残るんですかね。そうなんです。やめた人が一番困ってますよ。でもできる限りは本当にしがみつきたいっすね。なんか考えてるって思ってた俺。考えてる人が逆にすごいと思います。行動を起こしてる人がいるじゃないですか、そのセカンドキャリアに向けて。FC 東京の小玉さんとか不動産業とかやってるもんねって。基本的にはね、多分周りの人だと思うよ。